こんにちは、カーピです。プロスペース最強決定戦広島リーグ1位目指してプレイしています。ここまで最高順位は2位、次こそ1位取ります。応援のチャンネル登録お待ちしてます。さて、この動画ではグレードアップスカウトを回していきます。狙うのは大瀬良さん。最強決定戦必須、絶対取らないといけない。選手名鑑は今こんな状況、あと1人でコンプリートのはず。選手追加もうないと思うけどな。一応警戒だけはしておきましょう。そうそう、このガチャは自チーム名が取れるのがいいところで、今なら鈴木選手が一番欲しい。次に森下選手、堂林選手、栗選手、大森選手が欲しいかな。ということでグレードアップスカウトを回していきましょう。最大で68連2周回します。では行きましょう。お願いします。はい、グレード1。このグレードアップ更新待機ライブで1周回して大森選手は取れてます。そしてこれが2周目。最初の方は飛ばしましょうか。飛ばしていきましょう。はい、 B ランクスタート。グレード2お願いします。はい、どうかな。レッツゴー、来なければ飛ばしていきましょう。飛ばす。 B ランク、 B ランク、グレード3。はい、演出。はい、何もない。 B ランク、 B ランク、 B ランク、グレード4。はい、ここら辺から大事。グレード4、純正はここめっちゃ大事っす。4枚中2枚自チーム、ここで以上出したい。上後用に自チーム名何枚やっても困んない。さあ来るかな。これは来なさそう。うん、残念。グレード5お願いします。ここから自チーム名確定枠がありますね。ここの引きめっちゃ重要。そうそう、昨日のこのツイート、なんとなくツイートしたこれなんですけど、すごい反響いただいて1000いいね超えそうですね。実際のミキさんの結果は昨日の動画で出してます。もしまだだったら見てみてね。概要欄に貼っときます。うーん、渋いね。演出飛んで笑わないパターンかな。だよね。最後だけ。はい、お、ナイス。こういう裏返った。栗選手惜しかった。グレード6お願いします。このガチャ S が出たら自チーム確率 50% ですね。白文字は来ない。はい、 S が出たら2枚に1枚カープが出る計算ですね。もし大瀬良さん以外だったら島内さんが欲しいかな。 A がないんで S で限界突破するしかない。カープ以外なら島内選手お願いします。うーん、なかなか来ないな。 S ランク空振り。そしてニコリ、笑わない。声がまた裏がりかけた。宣伝になるから喉の調子が悪い。 A は来た。山岡さん意外とニュー。こっからハイジム、石川さんナイス、惜しかった。そしておお、ありがたい。一番惜しかった。せいやさん同時決めないといけないから、ミスフル狙いなんですよね。 A は何もあってもいい。グレード7、グレードアップ1周目、最後のグレード。おう、絶好調、ありがとう。はい、10枚目が S ランク新選手確定。 50% でカープ、 25% で大空さん。これがな、沼ポイントなんだよな。出ないときは延々出ないから。これで出ますようにお願い。え、演出渋い。当たって、バット当たって、当たって、当たらない、当たらない。当たらないってことは自チーム外したかな。いや、わかんない。望みあるはず。でも来ねえけど。最後来ちゃった。サイスランク新選手確定、 50% でカープ、 25% でオツラさん、来てください、どうぞ。おー、助かる。当たった、当たりました。というわけで私立通常 S ランク無事にコンプリートしました。よかった。残りの尺はどうしようかな。 OK、 リアタイやっていこう。先発誰にする。ルイさん行くか。さあ誰が相手かな。負けないぞ。うお、マイケン先発。ほうほう、12球団オーダーかな。マイケンスライダー警戒。前田さん頼んだ。一発やっててください。ボール、全然ストライク、見えてねえか。ボール、これは見えた。西さんに褒められた。はい来なかった。素晴らしいチェンジアップ。
ああ。ポトッと。ああ、取られた。丸さんお願い。一発やったて。内角、高め、次低め。はい、読み外れていく。次こそ低め。はい。振ってしまう。今度こそボール。よし。投げた。はい。よっしゃ。よっしゃ。よし、ヒット出たぞ。ノーヒット免れたぞ。これなんか苦手。マイケンスライダー苦手。はい、どうだ。おおおよーし、やればできる、やればできる。カーピ君もやればできる。ナイスバッティング。二点先生、いいぞ、これを守る。江藤さんもお願い。はい、これはちょっと、まあ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 、次次。はい今のカットしてえな、編集でカットしたい。よし、よく見た。今のは頑張った、耐えた。うわ、おお、よく見た。手が出なかったのは内緒ね。ボール、ナイス。あ、ボール、さすが大さん。さあ、オガスさんに一発出るかな。はい、オッケー、オッケーオッケー。いいね。なになに、今日調子いいの、調子いいのかな。僕絶好調。カーピュン、カーピュン絶好調。はい、ひどいひどいひどい、言うのやめよう、やめとこ。ボール、あちゃんと見て、ちゃんとして。よし、抜けないか。これはセンターフライ。ふはははは、2点先生。さあどうする。よくぞ2点で耐えたな。私の猛攻に耐えたな。さあこのリュウさんが出るか。はい、これ枯れてるな。のどめ買ってこよう。リュウカクさん買ってこよう。リュウさんコントロールいいからな、投げていて楽しい。はい、内角ズバズバ、ズバズバ入れていくと見せかけて、真ん中、真ん中のまっすぐ。どうよ、よーし、よしよし。これされると嫌なんだよな、されると嫌なことをやっていく。あれあれ、はい、その後回線切れちゃって僕の勝利になりました。カーピが珍しくホームランを打ちましたということで、この試合アップさせていただきます。大瀬良さん取れてホームランも打てていい日になりました。最後まで見てくれてありがとうございました。